ということで、20アボ。ああ、秋の寝る前にうどん食べたからだ。寝る前にうどん食べたから20アゴできた。ニキビも20アゴもできた。かゆっ。かゆっかゆっかゆっ。ご飯食べた食べた、今食べたばっか。そう、この後お風呂入って明日の振り起こしをちょっとして寝ます。今日ご飯作ったって、ううん、さっき帰ってきたの、割とさっき。だからご飯食べて今です。明日はいよいよやねって、ほんとそうなんですよ。びっくりした、何、明日逆上がりやねって、え、違うでしょ、やめてよ、脅かさないで、怖い怖い、違うでしょ、違うよね、ちょっとやめてよ。びっくりびっくり、びっくりびっくり、焦った、えって思っちゃった。明日は新宿公園です。久しぶりなので、ちょっと明日は早めに起きて練習したいと思います。今日の一旦確認して、うん、ね、服部さんの卒業公演になりますね、明日は。寂しいなって、ねえ、寂しいよね。しんみりしちゃうね、しんみりしちゃうよね。だから発表からあっという間だったねってね。だからでも言うて長かった期間で言ったらさ、多分長かった方じゃない、服部が卒業発表して卒業公演に至るまで。それでも短いあっという間って感じちゃうんだもんね。だから本当時の流れって早いよね。
ね。半年か。半年難しいよね。どのぐらいがいいんだろう。どのぐらいがちょうどいい。半年ぐらいがちょうどいいのかね。最近卒業発表するメンバーさんも増えてさ、みんな2ヶ月3ヶ月とかなのかね、発表してから卒業公演ってなると。ね、昔大西がさ、なんかこれいつかショールーム配信した時になんか言ったことある気するんだけど、なんかその話に一回なった時あって、何ヶ月ぐらいがいいのみたいな、大西はみたいな、大西は1ヶ月なんならもう2週間発表して2、3週間ぐらいでみたいな、発表してから公演するまでに2、3週間ぐらいがいいなみたいな言ってた時あったんですよ。昔そう、本当にそう思ってて。そうなのよ。でも今考えてみたら、いや短ってなるよね。うん、って思ってた。そう、昔はね、そう思ってたのよ。みたいな、発表してから2週間3週間ぐらいみたいな。そう、それか1ヶ月ぐらいがいいなみたいな思ってたんですけど。思い立ったらすぐ行動すぎるのよって、やっぱ性格の問題なのかな。1年後ぐらいにして、1年はちょっと長くない？わかんない。みんなだいたい3ヶ月ぐらいなのかなってね。だいたいそんぐらいよね。半年はくださいって。半年半年、やっぱ半年ぐらいいるの？もうなのかね。そうなんだ。やっぱ寂しいよね。実際誰が一番長かったのかね。ゆいはんさんが1年ぐらいなかったっけ。違うっけ。先輩あったよね、1年ぐらい。あ、高見菜さんだっけ、峯岸さんだっけ。先輩方ね、1年ぐらいあった方らもいらっしゃったよね。そうだよね。あ、そっかそっか、みーちゃんはコロナの影響もあって、そうだ、峯岸さんはコロナの影響があって卒業コンサートっていうのがあったんだよね、多分。そうだよね。1年あっても寂しいもんは寂しいよね。
なんでこんな寂しいんだろうね。例えばさ、AKB48 卒業しますってなって、でも今後芸能を続けていきますっていう方が結構ほとんどじゃない。うん、今後も芸能活動続けていく予定ですってなっても寂しいもんは、だって寂しいよね。 AKB じゃなくなるもんって、やっぱ AKB が好きなんだよね。そう考えると、会える頻度が変わるからね。むずくない？でも AKB 以上に会える頻度が増えますって言ったら嬉しいっていうわけでもどうなんだろうね。だから本当に皆さんは AKB が好きというか好きでいてくれてるんだもんね。それだけ AKB のことを好きでいてくださってるのは嬉しい。アイドルの姿見られなくなるのも寂しいかな。あ、もうじゃあ違うアイドルになりますってなったらAKB じゃなく違うアイドルに加入しますってなったらどう？やっぱ多分そうじゃないって思う。難しいよね。うん、難しいよね。難しいよね。大西桃花が好きか AKB の大西桃花が好きかでの違いでだいぶ変わるって。そうだよな。そう、なんかね、それこそだから最近その卒業する発表する方とか卒業する方が増えて、でいろんなメッセージをいただくようになったのよ。時間大丈夫？そう、まだ大丈夫だね。そうで、それを読んでたりとかするとあーって思うことがなんか増えて、そのやっぱ難しいじゃん。なんて言うんだろうね。結果この AKB にいる大西のことを好きになってくれて、見つけてくれて好きになってくれて応援してくれて、でもし大西がその卒業とかをした場合の時の話をあのメッセージとして書いてくれてたんだけど、虫がいる、うわ今すっごい寄り目になってなかったわし、うん、大丈夫そう、虫がいたのそうそう、やっぱ AKB の大西が好きだからみたいな、なんか多分大西がなんか卒業かなんか、なんかそれ関係のなんか配信っていうか、あの配信でそういう系の話をなんか前にした時にそのメッセージがを送ってきてくれたんだけど、何だったかな、なんか配信のコメントとかではなんか卒業
ちても応援するって強がったけどみたいな、でもやめないでほしいみたいな、ギビのももちゃんが好きだからみたいな、ギビにいるももちゃんを見たいからみたいなっていうコメントをどこかでいただいて、そうだよなーみたいな、うん、そうだよなみたいな、でも分かるんだよね、なんかそうだよなーってなるの、うん。ねえ、なんかそう、AKB ありきで応援する人が多いだろうなって、まあでもそうだよね、そもそもが AKB のファンなのでって、そうだよね、そうなんだよね、うん、でも結果無印の店員さんなんでしょうね、そうね、無印の店員さんなりたいからねなりたいからね、お店はいずれは、そうね、みんな笑ってるけど諦めてないからね、本当になんかいつも笑われんの、なんでなんだろうね、うん、難しいよね、でもさ、それこそアイドルをさ卒業してさ、みんなさ女優さんとかさ、なんか自分の夢に向かってさ卒業していくじゃない、なんかそうやって次の道をしっかり決めれるのって本当にすごいなって思うの、こう、うん、だから本当にすごいなって思う、だからそれが自分だった場合、お店は何になるんだろうと思って、一回無印、まあ無印はもう殿堂入りするとしてね無印の店員さんは殿堂入りしている夢だとしてさ、一旦芸能とかで考えたら、芸能を続ける人が結構多いじゃないね、難しいよね、女優じゃないのって、大西向いてないからね、大西はそもそも芸能が向いてないと思うから、私自身そもそも、うん、人前に立つことというか、なんだろうね、だから最近あれにもなりたいと思うの、あれにっていうか、あのね、こうやって今アイドルとかをさせていただいてさ、で舞台とかにも出させてもらってて、演出助手の方になりたいなと思う、なんかわかる、演出助手の方って、演出さんっていらっしゃるじゃない、こう舞台とかをいろんな方演出する方で、演出の助手さんめっちゃいい、楽しそうだなと思う、そう、お手伝いをする、そうなの、
裏方さんというか、このお仕事しててやっぱり裏方さんとこうね、なんだろう、こう連携を取ってやっていくっていう感じなので、だからすごくね楽しそうだなって思うの。楽しそうだなってか、めっちゃ大変そうなんだけど、ただすごく大西は楽しそうだなって、ね、だからさ、そう、自分がもしそのアイドルからこう次のステップに進むっていうことを考えた時にさ、大西だったら何なんだろうって考えた時に、演出助手さんいいなって思う。でも結果何ならいいんだろうね、もしやばいかな、もうそろそろ。もしさ、大西が AKB を卒業するってなったとするじゃん、ってなったらさ、大西に何してほしい、何してた、何して何してるのが一番想像つく。大西はね、自分で想像ができないの、それの、まだ。そうなの。自分がこう何をしたいのかもね、難しいもんだよね。そう。そうなんだよね。したいこと見つかるといいねってね、あるんだけどね、したいことって言えば、自分自身のしたいことで言えばあるんだけど、みんなが想像する大西ってどんなんなんだろうと思って聞いてみた。またちょっとよかったら、みんなの意見よかったらメッセージとかで教えて。ではちょっとね、ランキングそろそろ読んでいきたいと思います。いきますよ。1位コバットマーク大西さん、ありがとうございます。イエイ。そして2位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がキョイさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が MM ルールズアットマークギフヌルト人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がよっちゃんとゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が黒柴のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位が、キクさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がエニュアットマークももかやのあいさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がゆみたん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がそらまりアットマークアリゲーターおしさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位が大粒ちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がアイスさん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では、おやすみなさい。バイバイ。またね、おやすみなさーい。